城徳城っておにぎり、はい、うん、家計城徳城、はい、家計城徳城、あとは好きなものは好きなものを、好きなのを書いていただいて、チラシもあるよ、チラシも。じゃあ僕は竹寿司でいいです。竹寿司で、はい、こんな安いのでいいの？うん、最初はそれで追加、追加するか、いいの、そんなさいよ、もう。いやいや、追加するから、お金逃げる。ビズして、ほら、一人前ファンチもあるよ。いや、700円でいい。700円でいいの？うん、最初は。お父さんどうする？上寿司。上寿司？うん。上寿司？うん。じゃあ、上寿司を2つと、竹寿司1つ。はいはいはい、あと、また追加頼みますから。はい、あ、じゃあ、なんかビール1つ。ビール？ビール。はい。ビール1人、この人。ビール2つ取ったな。いや、ビール。これでみんなで飲めばいい、うん、ビールはどうやって頼む？瓶か生か。あ、瓶がいい。はい、瓶1本。ね、1本。はい。はいはい、あとコップ3つ持ってきてください。はい。料理の寿司屋さんだったここね。そうそう。